こいつか、やだな。バゼルですよ、バゼル。やだな。勝てる気しねえんだけど。まあ、やるしかねえな。もう場所わかんねえから、ここでいいや。お久々でございますね。もう、相変わらずですね、素材集めにね、苦労してまして、大変でしたよ。で、今回はですね、バゼルギウスからやっていきましょう。バゼルギウスは他のモンスター飼ってる時にちょいちょいね、遊びに来てくれた愉快なモンスターなんですが、まあ、こいつが実にめんどくさい。本当にめんどくさい。なので、十分ね、対策をしていかなければいけないのですが、どうするかな。まあ、とりあえず、いつも通りやってみて、ちょっと気張ってみましょうか。ね。いや、本当にね、投稿が遅れてしまって申し訳ないですね。本当に。なんかね、まあ、YouTube 上にはね、いろいろね、動画上げてるんですが、モンハンがね、なかなかできていなかったんで、申し訳ないです。いた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 、やっといたよ。やっと見つけたよ。無駄に5分間さまよっちまったよ。さあ、行きましょう。バゼルギウスです。みんな大好き、バゼルギウス。おなじみの BGM でお楽しみください。いるぜ。ブンブンブンと、チャッチャンチャ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 ンチャ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 ンと、さあ始まりました。もう鱗がキモくてキモくて、よいしょ。もうこいつが現れたらひたすらね、肥やし玉を投げつけろっていうね感じではございますが、今回はこいつがメインなんで、うんこ玉も投げていられません。ひたすらね、こいつは空飛んで爆弾をね、どん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 落としてくる厄介なモンスターです。ほら、こういう風にね、糞を落としてくるんですよ。で、その糞が爆発するんです。あっちっち、あっちっち。ちょっと待って、ちょっと待って。いきなり持ってかれ、いきなり持ってかれる。あっちっち、あっちっち。あのね、もうバゼルは、本当に嫌いなんでね、あんまり戦ってこなかったんですが、今まで。てか、見かけてもね、熱い熱いすぐね、逃げてきたんで、育てるも全然してこなかったんですよ。で、今回はまあ一応ね、育てるしなきゃいけないなと思っているんで、今のうちに戦いに慣れておかないといけないんですが、無理だろ。本当にこいつ嫌いなんだよな。ほら、来た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 。怖い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 。おお、ちょっと待って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 、この爆弾が結構なダメージ入るんだよな。おお、おあ、ええー、マジでそんなに持ってくか。結構減ってたかな、体力。マジか。5分として持ちこたえることができなかったよ。もうなんだよ、もうクソムカつけ。ああ、ちょっと遊んでねえ場合じゃない。あ、これ登れないの。いやー、これどこを攻撃すればいいんだかよくわかんねえんだね、未だに。シーン、やっぱあれかな、翼、これ顔面と尻尾から多分糞が落ちてるんで、それ以外の翼をメインで狙っていけばいいのかな。怖いから体力マックスにしとくわ。待って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 、くんなくんなくんな、よいしょ、ドーン。この BGM が怖えもん。 OK、 乗った。さあ乗ったったで、ホエールが、よいしょ。とりあえず尻尾は切りたいな。尻尾から爆弾が落ちてるんで、尻尾さえ切ってしまえば多分ね、少しは楽になると思うんですよね。いくらね、収録が久々とはいえ、モンハンをね、一応ね、ほぼ毎日やってたんで、大丈夫だと思います。 OK、 めっちゃ爆発してたよ、今。よいしょ。はいはい。なんかもう、この実況シリーズも OK。 いつになったらね、完結するんだか、わかりませんが。ふりふり、どうしてどうしてどうして、あーちょっと待って、待って。あ、恐れをなして逃げたな。まったく。ザコが。さて、尻尾。
おお、顔かそれ。一瞬尻尾かと思った。尻尾の断面図みたいな顔してたぞ。そうか、それ顔面か。あっち、暑いよ、くーちゃん助けてよ。助けて。暑いし、ちょっと待って、暑いし食らったし、もういやーきついな。さすがですな。いやーもうバゼルは鬼門だで。だってね、エルギガンピオリュー個人的には強いと思ってますから。よし入れるぞ。からのソヨラ。痛い。痛い。くそ、反撃食らった。応急薬、応急薬。今回の防具はですね、ご覧の通りリオレウスの足の防具になってるんで、非耐性はそれなりにあるはずなんですよ。ただどうですかね、さっき思いっきり一発で持ってかれたからな。さあ少しはバテた感じはするけど、切れる間に、ね、ダメージを入れとかないと。うわすごいな、尻尾の断面図がレンコンみたいになってる。ほら。レンコンだよ、レンコン。めっちゃ吠える。あー来た来た、ふんだふん、顔面からふん。あ、尻尾も何気に出してくるんだな。よいしょ。あ、やばい、爆発する。それはダメだ。待て待て待て、くそ、くーちゃんカモン。オッケー、ナイスナイスナイス。危ない危ない、体力がいくらあっても怖いな。ででででん、ちゃ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 んと、はい。うわー怖いな、どういう体の構造してんだこいつは。すごいな、提灯みたいなのがいっぱいぶら下がってますからね。おお、よいしょ、とりあえず逃げる。とりあえずね、安全を確保しましょう。こいつの場合しょうがないよ、時間かかってもしょうがないっすね。デイ。デイ、降りてこい、降りてこい、卑怯だぞ。飛ぶな、でもやめろ。ことごとくスリンガーが外れてる。うう、ちょっと待って、ちょっと待って、動けなくなるのはきついな。デイ。何の効力もないと思いますが、ブーちゃんがなんかヘイトをすごい稼いでるのかな。めっちゃ狙われてない。よいしょよいしょ、頑張れ私。頑張れ私。もう自分を鼓舞していくことですかね、活路を見出せない。おいしょ、怖い怖い怖い。おいしょおいしょ、いいぞいいぞ、水菜ちゃん頑張れ。おい、そいやさ、そい。オッケー、いいね。で怒るね。こいつってあれなのかな、閃光玉とか効くんですかね。試したことがないのでよく分かりませんが、あ、ダメだ、吠えるね。でバックステップに逃げない、やばい、提灯が光り始めた。あー、くーちゃんが焼き猫にされてしまう。やめろ、足もなんかついてるよこれ、爆発すんじゃないかこれ。ほら、お。ナイスステップ、はい、おらおらおら、行くぜ。からのすごい。ああ。これやめてほしいんだよな、鳴き声でさキャンセル食らうの困るんだよね結構。あー、ダメだ、溜まってなかった、しくったしくったしくった。しかも切れ味がいけるか、こっちこっち来んなって。強制キャンセルですね、しょうがない、ちょっとこいつがいなくなるまでは我慢しようと思ったけど、あ、いなくなるね。ん、違う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 、くそ、解くタイミングさえない。
ここか。いや、こっち来んなよこっち来んなよ、もう。さあ、大きくない。回復薬。ちょっと、ああ、くーちゃんが。ああ、ごめんよ。でもこれ、猫を回復するにはどうすりゃいいんですかね。これ、ハンターの方からなんかできんのかな。あんまりっていうか、そういうギミックを見たことがないんで、よくわかんないけど。ニャンターの時はね、自分で回復できたけど。まあ、自分が猫だからね。あー、もうこのちっこい爆弾うざい。しかも結構ダメージ入るしね。もう嫌よ嫌よ。だから嫌なのよもうバゼルさんはもう嫌われるよマジで。そういうことばっかしてっと。あっち行った、あっち行ったね。よし、なんでこんなわざわざさ暑いところに来るわけさらに暑くしてどうすんだよもう。さあ、じゃんじゃん、ちゃ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 、バゼルです自己紹介をしてあげました、バゼルです。あ、やべ、爆発するよ、爆発するよ、フンが爆発するよ。とりあえず形状を耐えましょう。鬼神斬り、あれあれ、そう、やばいな、グレートがあと半分しかない。どこ行くな、どこ行くな、ちょっとそっち行くのね。ちょ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 、やばい、調子乗って走った、調子乗って走りすぎた、やばいやばい、スタミナが、スタミナが、ちょっと待って、おい、何初心者みたいなことやってんだハンター歴何年だよ。さて、でもよくよく考えたらモンハンもやばいな、スタミナが、スタミナが、スタミナが、もう、うん、走り疲れたわああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あぶらあぶら、よいしょ。P2G の頃からモンハンはやってるんで、 P2G 出たのいつだ、2007年とか8年か。そう考えるともう10年以上モンハンやってんだな。長いねモンハン。我ながら熱い熱い、あーこれはダメだわ、あーと思ったけどと思ったけど、九死に死を得たか。これはうん、飲んでない、グレート、グレート、なんか来たよおいあ、怒ってるイビルジョーが来た。おお、イビルさん頑張れ。すげえ、イビルジョーの方が強えのかな。あああああ、ちょっと待ってよ、お前が倒すなよ、ちょっと待って、ちょっと待って、それはそれでめんどくせんだぞ。すげえ、怪獣だ、怪獣対怪獣だぞ。1300ぐらい食らってたけど大丈夫か。イビルジョーが食うんだ、いつもはねバゼルギウスが邪魔しに来るのに逆に邪魔されに来る。よいしょ、これはチャンスなのでは。さあ、ビビルジョーの助けもあってうまくね倒せそうな気がしますよ。これビビルジョーには感謝ですな。はい、よいしょ、ほら弱った弱った、完全にこれイビルジョーのおかげだよなありがとうイビルジョーさん。逃げた、捕獲はしません、討伐をしますって言ってると、なんかゲームオーバーになりそうで怖いね。イビルジョーさんありがとう、ありがとうね、はいありがとう。おいおいおい、ついてきたぞ、ついてきた、ついてきた、やばい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 、ついてきたちょっと待って、お前が目的なんじゃなくて俺こいつが目的なので、しかも今寝てるからさ、よいしょ、あー起きちゃったじゃん、もう何してくれてるわけ、ちょっと君邪魔しないでくれる、それ倒すの私なんだけど痛い熱い、ありがとうグーちゃん。どこ行った、どこ行った、どこ行った、あお前かお前か、
チャ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 ン。おお、すごい対決だな。おお、でもこれマジでさ、イビルジョーが倒しちゃったらゲームオーバーだよね。マジ邪魔なんだけど、イビルジョーにうんこ使いてえわマジで。おお、すごいなすごいなすごいな、なんだなんだなんだ。ちょっと久々の収録なんだから邪魔しないでくれますかね。もうちょっとスマートに狩りをしたかったんですけど、あ、ダメだ。さあ、なんかバゼルギウスにはバゼルギウスの意地があるんですかね。俺がワールドの王者だと言ってるんですかね。なんかイビルジョーにすごい戦いを挑んでますが、おーおー、すごいぞ。お互い健闘してるな。おーおーおお、イビルジョーもちょっとどっか行ってくれませんかね。マジで倒したいんですけど、さっさと。あーで、ちょっとイビルジョーが残るのね。それあいつは飛べるからいいよな。ちょっと待てよ。よいしょもう何回乗りゃ気が済むんだ。もういい加減早くね、終わりにしたいんですけど、この子もうイビルジョーのおかげで、お、出とるー、ありがとう、出とるー。マジでこの子たちいいわ。あ、違う、ダメだ、爆発する爆発する、気をつけて。あれ、俺だけ食らってんの。そう、なんで私だけ食らうの、ずるくない、出とる。あ、やばい、よいしょ。この足の部位破壊はできないのか、てか見えないよ。よいしょ、いいよいいよ、ありがとう。持つべきものはテトルですね。からのすいよ、ほら助けてくれてありがとう。お、調査頑張れ、調査じゃないけど頑張るよ、ありがとうね。ほら、もうまた来たよ。もうちょっといい加減してくれませんかね。ちょっとマジで、ちょっとちょ、うおっと、ガンキンもいる。ちょっと三つどもえじゃないですか、やめてください。勝手にやってくれよ、もうマジで。ちょっとマジで邪魔だな。おお、こっちまで飛んでくる。問題はイビルジョーなんだよな。裏ガンキン V 破壊飛んだ旗迷惑な。あ、そうだ、ほらやった。もう誰でもいい、しびれろ、しびれやがれ。誰もしびれない、誰もしびれない。こんな無駄足でした、まさに。あー、たっ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 た、これは死んだろ。無理に戦いを挑むもんじゃないですな。あ、死ななかった死ななかった、絶対死んだと思ったんだけど、死ぬわこれは死ぬだろ。ちょっと待ってって、もうもうイビルジョン何なの、来なくていいから。どんだけヘイト稼いじゃったんだよ俺。ちゃ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 っと、ほらもうバゼルギウス寝たがってるからさっきから。いい加減さ、タイマンでやらしてくんねえかな。回復ありがとう、キューちゃん。久々だよこんな長い狩り、もうどこぞのイビルのせいで無駄に長引いてる。いくらね、めんどくさいとはいえ、よいしょ、こんなに時間かかると思ってなかったよ。てててて、ほいよ、あれてかなかなかこっちなねえな、弱った後。熱い熱い、とっ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 と、あっちっちあっちっちっち、突っ込んでこないか。オッケー、終了、お疲れ様でした。長かったね、マジ邪魔イビル超邪魔。オッケー、まあ無事にね討伐できたんでよかったですね、久々の収録にしては。オッケー、もうね、バーゼル苦手だからね、あんまり相手にしたくなかったんですが、オッケー、オッケー、クリア、やったぜ。
微妙な素材だな。まあいいや。25分もかかりました。どんだけ時間かかったんだよ。もうめんどくせえな。やったぜ。あのね、もうネルギガンテのね調査はとっくのとおり完了してたんですが、他のねモンスターの素材を集めるのに必死でした。